小金塾の現代地図に旧三戸街道の道筋を重ねた地図。小金塾は三戸街道千住塾から三つ目の宿場町、現在の千葉県松戸市小金にあたる。中世において小金城の近くまで迫っていた太い川菓子からの城下に向かって形成された金塾を原点として、三戸街道の整備とともに宿場町を形成していったと考えられている。 宿場は南北に約1キロ程度の範囲に広がっており、北端で屈曲して東に向きを変えている。屈曲点からはさらに北に本土寺への参道が伸びており、追い分けの石がある。この屈曲点には八坂神社がある。家並みは1万軒余りで宿場町としての規模はとても大きかった。幕府の群馬牧場である小金牧の近くに位置しており、重要性も高かった。 一般大名用の本陣が置かれていたほか、水戸藩は独自に本陣を指定していた。江戸時代末期に建てられた旗後、玉屋が残っており、外観を見ることが可能。小金大馬屋は、初期には、牧師や玉と呼ばれた幕府の山奉行の屋敷である。牧師島時代には、小金木全体と桜牧の一部、京宝記に山奉行と改称され、中野牧、 死者巻以外を管理し、綿抜家が代々その職に就いた。屋敷の場所は、北小金駅前、旧三都街道沿いで、関宿多幸道を見取り得ず、千葉県東葛飾郡市にも図紙されている。十二代正直は、綿抜家を中高、墓は流山の清滝寺にある。暴走町村と人物に、綿抜正吉が北小金駅設置に尽力したとあり、北小金駅の一部は、 やば奉行屋敷の敷地跡の一部にあたる。小金御殿と呼ばれた水戸家旅館は、過信閣の日暮し現場が留守居役であった。駅路無地下劇に江戸から水戸に向かい、小金塾の右、東18から19町に、水戸港のお下屋敷があり、山守が朝川再平、宿の左に日暮し現場の居宅があり、水戸港の御旅館という旨の記述がある。 幕末の天狗島について記した、波山記事にある小金原は、小金塾の近くの原の意味で、小金木と異なるが、資料に、日暮し現場の名があり、留守教役は代々襲名の上、世襲だったことを示す。千葉県東葛飾郡市では、旅館の場所は、松戸市立小金小学校あたりの郵便局裏、一帯で、日暮し現場は、 高木氏の在下を横領して、財を成した後、水戸家に取り入り、明治維新後、旅館を廃業したものの、浪費のため畑になってしまったと、初代から子孫まで、あまり好意的には記していない。郵便局は移転し、現在は、郵便ポストがある。また、狩りに訪れた三つ国に襲いかかった江の志を倒したこと、日暮れの宿について記した、成明の書があったこと、 明治初年、吉原で俗用ができるほどの浪費をしたことも、記している。伊原西閣、日本永代蔵に、日立の国に、その身一代のうちの文言十万両の小金が原と、文書に、日暮れの何がしととの話がある。日立とあるが、このところは、江戸よりほど近ければとも記されている。松戸塾小金塾鼻子塾、ありがとうございます。